ブラシ通すだけで全然まとまり具合違いませんか？さっきと。チェキチェキこんにちは、表参道ヘアアーティスト、あやまるです。今回は、くせ毛、パサつき髪の方が夜にした方がいい7つの習慣について紹介していきます。今回紹介する工程を日々意識して継続すると、今の髪の状態が改善されます。私もそうなんですけど、髪の毛が長いとお風呂に入ることですら面倒で、しかもね、その上でお風呂上がりに7つもって思うかもしれないんですけど、ツヤがあってまとまりのある綺麗な髪にする上では欠かせません。面倒だからって言っても毎回自己流で適当にお風呂上がりのヘアケアをしてしまうと、うねりだったりパサつきが悪化してしまう原因にもなるので、今回の動画を参考にしていただいて一緒に綺麗な髪にしていきましょう。はい、それでは早速説明していきます。まず、サラツヤ髪に近づける7つの習慣を紹介する前に、髪の毛がうねったりパサついてしまう原因についてお話ししていきたいと思います。なぜ髪がうねったりパサパサしてしまうのかっていうと、それは髪の毛の水分が不足しているからです。水分が不足すると乾燥して髪の毛一本一本が軽くなってしまって、いろんな方向に跳ねやすかったりとか、潤いがなくなってしまいます。そうなるとボサボサな髪の毛に見えてしまったり、もうバサバサっとしたほうきみたいな髪の毛になってしまいます。じゃあそもそもなんで髪の毛の水分が不足してしまうのかっていうと、それは髪の毛のダメージが大きく関係しています。特にカラーやブリーチ、パーマをかけている方の髪はダメージが蓄積してしまって、髪の毛の水分が抜けやすくなっている状態です。髪の毛はダメージを受けると、髪の毛の表面にあるキューティクルっていう髪の表面にある蓋の役割をしてくれているようなものが剥がれてしまいます。キューティクルが剥がれてしまうと、もう蓋がなくなっちゃってるっていうことになるので、髪の毛内部の水分だったり栄養分が外に出ていってしまって、もうスカスカな状態っていう感じですね。カラーやパーマだけでなく、アイロンやドライヤーの使いすぎによる熱のダメージにも注意が必要です。今お話ししただけでも、いろんなタイミングで髪の毛にダメージを与えてしまってるなっていうのがわかるかなと思います。それではここから実際に髪をサラツヤにする7つの方法をお伝えしていくんですが、実際に私の頭を使ってサラツヤにしていく工程をお見せしながら紹介したいなと思うので、まず一旦ね、頭洗ってきます。はい、今髪の毛を洗ってきました。今の私の髪の状態は普通にシャンプーとトリートメントしてタオルドライが終わっている状態ですね。それではここからサラツヤ髪にする方法、まず一つ目です。それはまずミルクタイプの洗い流さないトリートメントをつけるです。ミルクタイプの洗い流さないトリートメントは、油分以外にも必要な成分を配合されているものが多くて、保湿力や補修力が高いものが多いです。なのでタオルドライ後のまず最初にね、つけていくトリートメントはミルクタイプのものがおすすめです。今回はカミニーのヘアミルクを使っていきます。私ぐらいの髪の長さだったら、だいたい 1,2,3,4,5、 このくらいかな。カミニーのヘアミルクはワンプッシュが少なめで作られているので、ショートの方とかだったら1から2、ミディアムだったら2から3、ロングだったらまあだいたい4から5ぐらいがちょうどいいかなと思います。だいたいの目安です。ワンプッシュの量が少ないので細かく調節しやすいと思うので、ぜひご自身に合うヘアミルクの量を見つけてみてください。で、そしたらこのヘアミルクを両手になじませて、まずは髪の中間毛先ですね、外側からも内側からもなじませます。中間毛先つけたら、私は特に髪が膨らみやすいので、ちょっとこの内側の部分もしっかりめくってつけていきます。結構もう上の方からつけちゃいますね。私は上の方から広がるので、でこの後ろの中側もつけたいので、こう半分に分けてもらって、こう横に手口を通してあげると、この内側部分のところになじませれるので、こう2つに大きく横に分けてつけてあげるのもおすすめです。でも頭皮にはつけないようにしてくださいね。はい、そしたら次は目の粗いコームを使って、さらに全体にまんべんなくなじませていきます。でこの時も最初から一気に根元からガーって溶かすんじゃなくって、毛先の方から順番に上に向かって、下から順番に溶かしていくと髪に負担がかからず、髪が切れずに溶かせるかなと思います。強行突破でブチブチってやんないでくださいね。髪が絡まってしまった部分のすぐ下の部分から溶かしてあげると、負担なく溶かすことができます。なので無理やり溶かさず、絡まってしまったらその絡まった部分の下のところから溶かしてあげるといいかなと思います。はい、これでトリートメントを全体になじませることができました。はい、そしたら次髪の毛を乾かしていくんですが、ここでポイントが2つあります。それは髪をサラツヤにする方法2つ目、正しい順番で乾かすと、3つ目のブラシを使って軽く引っ張りながら乾かすです。まずは一番最初ね、この前髪の部分ってすんごい跡がつきやすかったりとか、パックリ割れやすいので、まずはもう前髪は一番最初に乾かしてください。
で、前髪が乾いた上で次に乾かしてほしいのが根元です。この中の根元の部分ってすっごい乾きにくいんですね。ありません？よくなんか髪の毛全体乾いたなと思ったら、なんか根元のこの部分濡れてたとか結構あるあるだと思うんですけど、乾きにくいんですよ。で、ここで注意してほしいのが、本当になるべく根元だけ乾かすっていうところですね。先にこの毛先の方から乾かしてしまうと、先に毛先乾かしました、で次に根元乾かすってなった時に、もうすでに乾いた毛先も根元を乾かす時に一緒にドライヤーの熱が当たってしまうので、より乾燥が進んでダメージにつながってしまいます。で、3つ目に紹介したブラシを使って軽く引っ張りながら乾かすっていうことなんですが、ブラシを使ってちょっと引っ張りながら乾かすことによって髪の毛がまっすぐまとまって癖も伸びやすくなります。まあでもあんまり強く引っ張っちゃうと切れ毛だったり抜け毛の原因にもなってしまうので、そこは注意してください。本当にもう軽くで大丈夫です。ではまず一旦ね、前髪乾かして全体の根元乾かすっていうところまでやっていきましょう。はい、これで今根元部分が乾きました。毛先はまだ濡れている状態ですね。はい、そうしたら次は中間毛先を乾かしていきます。中間毛先を乾かすときは、まずはブラシを使わず手で乾かしてください。こんな感じでちょっと軽く手串を通すような感じで、軽くこう後ろから前に溶かしてあげながら、上から風当てて中間毛先を乾かしてあげると綺麗にまとまりやすいです。この特にね、後ろの部分、この首元の中間部分とかってすごい乾きづらいし、乾かしづらいところになるので、意識して乾かすようにしてください。結構ここだけ濡れてるとかあるあるじゃないですか。なので、まずはいつも自分が乾かないっていうところを意識して、乾かない部分を思い出して、そこをしっかり乾かしてあげるようにしてください。で、大体7割ぐらいまで乾かします。ちょっと湿ってるなーっていうところぐらいまでやっていきます。はい、これで今7割ぐらい髪の毛が乾いております。まだね、手串だけだとやっぱりちょっとうねりが出てますよね。でも私のね、普段の癖毛を知ってる方はだいぶ収まってるやんって思うと思うんですけど、私本当に結構ひどい癖毛なんですね。けど手串だけでここまで収まりました。で、さらにここからですね、さっきもお伝えしたブラシです。ブラシを使って軽く引っ張りながら8割ぐらいかな、乾かしていきます。7割から8割に変わるぐらい、もうほんとちょっとでいいので、軽くこの最後のね、うねりを伸ばすようなイメージで、外側を溶かして内側からこう風当てたりとか、内側からブラシ入れて外側から風当てたりとか、いろんな溶かし方でやっていってください。まあ、今みたいにね、表面溶かして内側も溶かしてってやっていくと大抵癖は伸びてくれます。ではやっていきます。はい、これでざっくり8割9割もうほぼ乾いてるぐらい、本当にややちょっと冷たいぐらいな、もうほぼ乾いてます。ブラシ通すだけで全然まとまり具合違いませんか、さっきと。まあね、多少やっぱり癖は残りますが、全然まっすぐ。はい、そしたら次4つ目ですね。4つ目がヘアオイルで髪をコーティングするです。だいたいこう8割9割ぐらい乾いたら、ヘアオイルを塗って髪の毛をコーティングしていきます。ヘアオイルでコーティングすることで髪がサラツヤになるし、外からの熱や摩擦といったダメージから髪の毛を守る働きをしてくれます。ではヘアオイルを塗っていきます。だいたいこのぐらいですね。ヘアオイルを特に気になるツヤが欲しい中間毛先部分、またミルクと同じように外側からも内側からもなじませます。で、この横の部分が気になる方はちょっと内側から手入れてもらって、表面のパヤッとした髪の毛もコーティングしてあげるといいかなと思います。頭皮にはつけないように気をつけてくださいね。でね、意外とこの顔周りの髪の毛って普段アイロンとかめちゃめちゃ使いません？私とかくせ毛なんで絶対アイロンするし、顔周りとかすごい巻くんですけど、この部分ってすごい傷みやすいです。もともと前髪だったり顔周りの髪の毛って髪の毛自体が細いのでダメージしやすいですからね、ここも軽くつけてあげるといいかなと思います。はい、そしたらこれでもう一回も完全にしっかり乾かすためにドライヤーで乾かします。もうしっかりちょっと湿ってるところがないぐらいしっかり乾かします。はい、これで完全にしっかり乾きました。そしたらここで5つ目です。仕上げに冷風を当てるです。仕上げに冷風を当てることによって表面のキューティクルが整って髪にツヤが出ます。そして収まった癖もキープしやすくなるので、最後は必ず冷風を当てて熱を冷ましていきましょう。はい、これで完全に髪の毛を乾かすことができました。髪の毛見てもすごい柔らかくなってる感じしませんか？
そうしたらここからさらにサラツヤにするためにストレートアイロンを使って仕上げていきたいと思います。このストレートアイロンを使う前にも6つ目のポイントあります。それはもう一度じゃん、ブラッシングするです。やっぱりドライヤーで髪の毛を乾かしている間にどうしても髪の毛って絡まります。なのでブラッシングで再度髪の絡まりをしっかり溶かしておくことが大事になってきます。この時もね、毛先の方から順番に溶かしてあげると髪に負担がなく切れ毛ができず、ほげちゃんができず綺麗に溶かすことができます。はい、そうしたらこれでストレートアイロンを通していくんですが、ここで7つ目のポイントです。それは低めの温度でストレートアイロンを通すです。ストレートアイロンを何度も何度も同じところに通したり、高い温度でアイロンを通したりすると熱や摩擦によって髪の毛はダメージを受けます。この時のアイロンの温度は140度ぐらいがおすすめです。でこれから通していくんですが、この時何度も何度もね、同じ場所をアイロンで通さなくていいように軽くブロッキングをして通します。だいたい下から1、2、3、4段ぐらいにこうまっすぐ分けてあげるとちょうどいいかなと思います。まずは1段目から。もう寝る前のアイロンなので本当にさらっとで大丈夫です。軽くアイロンを通すようなイメージ、もうアイロンも1回2回ぐらいでちょうどいいかなと思います。はい、で次2段目、もうここのアイロン前までの時点でブローだったりでね、しっかり癖だったりボリュームはダウンできてるかなと思うので本当にさらっとでいいです。はい、次3段目。でもこの時は本当に割とざっくりめでいいので、さっきアイロン通したとこまたやっちゃっただったりとか、アイロンできてない部分があるなってなっても大丈夫です。なんとなくざっくり全体にアイロンを通してください。もうベースがしっかりできているのでアイロンも軽くで綺麗にまとまりますね。はい、こんな感じでアイロンざっくり通しました。やっぱりアイロン通すと変わりますね。でも見ました、結構ざっくりざっくりじゃなかったですか、私のアイロン。それでもこれだけ変わりますね。こんな感じで7つの工程完成いたしました。きっと皆さんもね、普段からやってるよってことも工程の中に何個かあったんじゃないかなと思うんですが、もう改めて意識してやってあげるっていうのでもだいぶ髪の状態って変わるので、丁寧にやってあげるのもいいんじゃないかなと思います。また今回紹介した7つの方法は髪の毛をケアしてサラツヤにする方法なんですが、そもそも根本は健康な髪を生やすっていうことが一番大切になってきます。健康な髪を生やすためには健康な頭皮が必要です。なので頭皮マッサージをしてあげたり、生活習慣を見直すことで健康な頭皮作ることができるので、頭皮環境のことも意識して、そして髪の毛もきれいにしていきましょう。ぜひ皆さんも参考にしてください。カミニーとは現役の表参道美容師であり毛髪診断士でもあるあやまるが開発プロデュースを手掛けるヘアケアブランドです。発売時は Amazon ビューティーカテゴリー9冠達成、また楽天市場では発売開始早々に総合ランキング1位を獲得するなど今注目されているヘアケアブランドです。一番の特徴は150万人を超えるフォロワーを持つ SNS を活用している点です。SNS を活用することで広告費を削減し、削減分を原料に充てることでサロン専売クオリティを手頃に使い続けやすく提供する新常識を作り出すヘアケアブランドです。髪を通して日本中の女性を輝かせるというコンセプトのもと、皆様の髪にいいものを提供し続けることをお約束します。もっと知りたいという方は概要欄もしくは Amazon楽天市場にてカミニーで検索してください。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加特典として期間限定で5つの限定動画と私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクからか、もしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひ LINE のお友達追加お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。